じゃあ、かわいい。すご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 い。本日の審判は主審審判やらない。何するんだよ。神経衰弱もできない。第4審判は花川雄一。前田拓也って割とやらかす系の審判だと思うんだけどな。マッチの審判は島岡君。続きまして前衛金沢選手を紹介します。ゴールキーパー31番。あ、やっぱりスタメンじゃない。うディフェンダー15番辻吉慎士。5番は大野康介。私はね、ファイルの色が選ぶじゃん。でも青と白とこれだもん。ちょっと何も一緒くよ。ビッグフィルダー7番清原翔平。30番秋葉雅美。8番山口健太。24番大月優衣。フォワード10番佐藤和樹。セレッソ大阪サーティングメンバー。あ、今年の初めて見る。セバンド21変わらなかった。セバンド33ユータ。セバンド14ユウスケ。セバンド23タツヤ。背番号30ケンタ。ムクハラ。あ、下げ取られたね。背番号2大木ハラ。中広。背番号5ハラサグマ。あー、リアチャンス。背番号6山内ホタル。背番号7フィリペパブロ。背番号10背番号18ブラジルのハッカー。ね、体調不調とかしたけどね。リザルクリア。背番号27ケンタ。ターノ。背番号33テリューキーモニマ。背番号11ジュンペイケツカミ。背番号16ジュン。背番号17ローリンキーシャンケボー。背番号32クルミツルデキルチ。背番号20ケイビシシマルダ。そしてセレッソ大阪カップはパウロアントーリー。あやさんご飯行かないって。